9月の18日に、NPO 法人夢空間とそれから清泉女学院短期大学の国際コミュニケーション科の、各ゼミの皆様と街歩きの3コースを選定しまして実施されました。今日はその実施のされました様子とそれから来週実は清泉祭があります。これの、告知ということで、お知らせをしていきたいと思います。10月15、16ですね。清泉祭 SJC 清泉女学院カレッジですね、はい、こちらの清泉祭もあります。こちらのお話もしていきたいと思います。もうすっかりお馴染みになりました森田ゼミの皆さん、はい、ご紹介をいたします。草食系男子代表、ある時はまたレディーガガということで紹介をいきましょう。今日はどういきますかね。森田先生よろしくお願いします。あ、どうも。ちょっとどういきましてと言われると困ってしまうんですけれどもいきなりですいません、打ち合わせなくて先生、女学院の森田と申します。はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それから今日は学生さんお二人、塚ちゃんこと塚田真紀さん、はい、それからジブリもののけ姫の持田美咲さん、はい、よろしくお願いします。お二人にはドリンクの方の担当されてたんで、はい、そちらの方をまたお話をいただきたいと思います。コースの方については森田先生、はい、3コースありました。はい、全体では何名さんくらい。そうですね、確か18名の方にお越しいただけてたと思いますので、はい、各ルート、その全く参加されないという方はいらっしゃらなかったもので、各ルートともうまくいったんじゃないかなというふうには感じています。なんか私もね、松代焼きちょっと興味があったんで参加はしたかったんですが、ちょっとね、はい、仕事の関係で行けませんでした。なんかお一人スペシャルサービスで、変な意味じゃないですよ、スペシャルサービスのねコースで十分にお楽しみいただけたというような話もお伺いしました。あとは、あ、ごめんなさい、お話取っちゃっていけないんだ。はい、どうぞ。そうですね、はい、写真を撮る、美松代コースっていうのと、はいはい、あとはその食事ですよね、松代の、名物を食べられるような和食コースと、はいはい、あとは先ほどお話しいただいた焼き物のコースと3つありましたけれども、なかなかこうすごくもう今年一番じゃないかなというぐらい暑さ、そうでしたね、34度くらいね、体感はもっとあるような感じがありましたけど ね、はい、ねなんですけども、武田ゼミの学生が、ルートを考えて、当日も案内をしてくれましたけれども、すごく暑い中、はい、頑張っていたんじゃないかなというふうには思います。ちょうどね、1週間前36回目でね、はい、告知もさせていただきました。そうですね、実施がありまして、その後新聞記事を見ましたらね、なんかサプライズがあったそうで。あ、そうです ね、はい、私もびっくりしました。言っといてくれればみんな話したり、もっとたくさん参加したのになぁなんてね。そうです、ね、B 松代コースで、ちょうどゲストで参加いただいた春日さんが、はい、枠はそうでね。そうですね、あとは永井さんっていう方 と、ね、はい、2人で。永井さんは、シャベットの方ね作った。あ、永井さんはカレーを作ってくれたので、はい、チームの学生ですけども、はい、当日は着物を着て、バンガサーさして、なんかね、綺麗だったっつってね、バンガサーと着物が、あ、ごめんなさい、いや、本当ね、でその後ここで発表会っていうか、そうですね、あったんですね、はい、写真も見ていただく、ご自身でだと思いますけど、で、カレーを食べていただいたり、ドリンク食べていただいたりとか、はい、あとフローズンですかね、ね、なかなかの評判が良かったらしいですよね。アンケートを取ったんですけども、はいはい、5点満点で、平均すると 4.7 点ぐらいの、美味しさだと、はい、数字でも出せたので、はい、良かったんじゃないかなと。その辺の愛情たっぷり入ったドリンクを提供していただいたお二人、はい、当日の様子どうだったですか。当日は森田先生のお話にもあ
なって通り、すっごい暑かった、暑くて大変だったんですけど、でもその暑さもあったおかげで、みんなすごい涼しくなれたとか言ってくれて、よかったです、うんうん。何味を提供されたのかな、みんな全部、3種類、はい、はいはいはい、提供しました。おかわりできたのかな。あ、でも100杯ぐらいは作りました。100杯、はい、うわ、じゃあ結構みんな飲んだんだね。そうですね、学生の方にも、ね、まだ飲んだことない子たちにも配ったりして、うんうん、すごいみんな教えてってくれてよかったです、うんうん。またあの後でお話しするね、生鮮祭にもドリンク販売するということで、はい、あとあのヨミさんちょっとそれも取ってくれる、あの縦のやつ、私もあの個人的なお話で恐縮、いやいや向こうのあの縦のやつ、お店でもねちょっとねご提供させていただきたいなと思って、今こんなようなことで作りましてね、で裏に案内をこう入れまして、これは今焦げしたかな、1杯250円ですけど、そのうちの一部、八代線存続の団体とね、それから清泉女学院短期大学の方へご寄付をさせていただくということでございますので、はい、地域活性化推進商品ということで自分が勝手に商工会議所申請しておりますけどもまあこれはあのやっぱり町おこしの一環ということでね、はい、あの推進、それから各班の、一助としてツールとして使わせていただいて、結果ねやっぱり生鮮の皆さんが活躍されたこともあのそこで、告知もできるしね、認知もしていただきながら、やっぱりみんな共同でね、せっかくここまでやってきました、だからこれもずっと長続きをさせるためにもね、ぜひやっていきたいと思っています、はい。私 の, あ の, 両あの加盟してます料理組合の方でも一応あのこういった形で何点か、あ、それぞれのお店の味で、はいはい、作っていただけるということで、あ、そうなんです。うちはあのバナナテイストで、はい、ベースでね作ろうかなと思っています。ぜひまたお入れください、はい。250円のうち30円が寄付されますので、はい、身内でということでね。塚ちゃん、はい、そうですね、うん、まあ、すごく暑かったんですけど、うん、ですね、裏も結構あたふたしてまして、はい、人がたくさん来て大変だったよね、はい、ね、大変でした、うん、はい、でもたくさんの方に藤田さんも言ってた通り来ていただきまして、うんうん、飲んでいただけて、ね、嬉しかったなと思います、うん、はい。あと 0.3 点ね、もうちょっと愛情が足らなかったな大丈夫ですか ね、これからね、うん、と思います、はい。街歩きの様子はそんな様子でございました。それでいよいよ来週ね、生鮮祭、テーマは松代デラックスということで、はい、テロップ作りました。これは10月、先ほども申し上げました10月の15日16日2日間、松代の三田さん、夢空間の人とそれからお猿さんもね、連れて行きます。でここで、P の104パウロ館というのがあります。でそこの P の104の教室をお借りしまして、甲冑を持って行ったりとかですね、それから、ホイサッサーの方で、物販の方もやります。それから、今まだ確定、まあ、確定ですね、一応しゃべくり松代のスタジオも一角に設けまして、3回一応放送する予定でおります。で私とそれから宮もんたさんと、それからもう3回やります。そのうちの1回は学生さんにもパーソナリティをしていただきながら、そこで放送して、またあの中庭あたりにできればモニターを置きまして、皆さんにも見ていただきたいということで予定をしております。その P の104の教室の中でも長芋ドリンクやるんですね、はい、はい、その時はね、私もあのバナナテイストをちょっとねレシピを、ね、ぜひお教えして、いいんじゃないかなと思っております。はい、昨年皆さん1年の時に、生鮮祭経験されておりますので、はい、森田先生今年の4月からですから、まだね初めてになりますので、はい、その時のあの昨年の、ね、はい、様子もお話をしていただきながら、
あの PR を兼ねてどんな内容で生鮮祭を行われるのかちょっと皆さんにご紹介していただけますか。はい、いろんな芸能人も、ね、来たりとか、ね、そうですいうことも、ね、ありますので楽しみにしてます。どうぞご紹介してください。はい、生鮮祭を2日間やるんですけど、はい、そうですね、もう基本模擬店とかそういう、まあ、お菓子を売ったりお好み焼き作ったりっていうのが基本中庭ですごい盛り上がってやってます。はいはい、うん、その他にはね、ダンス発表とか、ダンス、まあ、ダンスコンテストっていうの有名であるんですけど、はいはい、その他に生徒が中庭で楽しく踊ったりだとか、ね、コンテスト、ダンスコンテストの時はなんか有名な方が来るんですって、あの、はい、ダンスのね、はい、かばちゃん、かばちゃん、かばちゃん、はい、ダンスの先生、はい、なんかインターネットの生中継もあるというようなことで、はい、あのお聞きしておりますが、私たちもね同じようなことに携わっているので、ぜひ、まあ、あの見学をさせていただければというふうに、ね、思ってます。はい、塚ちゃんは何担当するの、はい、当日は。私当日は、うん、そうですね、あのもちろんドリンク、ああドリンクもね、はい、提供させていただくんですが、私あの学生会というものに入っておりまして、はいはい、そちらの方で、バザーをします、うんうん、で売り上げは全額、東北の方に寄付を、はい、いたします。そう、あともう一つサークル、図書館のサークルに入っておりまして、でだ、はい、スカちゃんの本棚、はい、うん、大好きなので、うん、はい、そこでも、古本市というものをします、うんうん、でその売り上げ金もすべて東北の方へ、はい、東北 の, あの幼稚園、生鮮とちょっとつながりのある保育園があるんですが、 そ,、ね、そこに絵本を送る資金にさせていただきます。はい、また募金箱も設置するので、はい、一緒にお願いします。はいはいはい、あの国際コミュニケーション科と、それからもう一つ何て言うんだろう、幼児科、幼児教育科ね、はい、あの保育園幼稚園の先生の、はい、ね、のもありますので、その関連もあったりしてね、はい、東北の方へね、そうです ね, ね、もう半、はい、あの3月から半年以上7ヶ月ほど過ぎてますけどね、未だあの報道を見てもまだご不自由されている方多かったりとか ね, ね、あの大変かと思います。わずかでもね、はい、手助けになっていただければというふうにね思ってます。そうですね、含めてあの松代の方の宣伝の場所もそちらへね出していただけるということで、本当にね、松代デラックスをわざわざね、あの今回のプロジェクトの、名前を考えて、いただいて、そして、P の104号室、ここはまさに松代デラックス、松代オンリーということで、ご用意をいただいておるようでございますので、ぜひお楽しみにいただいて、そして学生さんも手伝っていただけます。楽しみですね。お天気の方も大丈夫みたいですね。天気、土曜日がちょっと思わしくない可能性もありますけども、はい、まあ、あの今頼んでおきますから、その辺は大丈夫。盛り上げて。ね、盛り上がってね。盛り上がって。はい、え？はい、ということです。最後にどうですか、あのぜひ、はいはいはい、どうぞ、はい、あのフリー、あのドリンクの提供以外にも、はい、あの私たち友達9人でフリーマーケットやるので、うん、ぜひ。それ中庭でやるの？中庭でやります、うん、はい、何服とか、可愛い服とか、あと女の子の好きそうな雑貨とかを、うん、みんなで家から集めて。服とか何言って？雑貨です。あ、雑貨ね、はい、はいはいはい、可愛らしいやつね、はい、あんま娘が可愛いから売れると思うよ、うん、ね、そうかな、えって私だよ、あつかちゃんが本やってね、私がね、雑貨ね、はい、ということで、10月の15、16、生鮮祭がありますので、ぜひ皆さん、ご家族揃ってあのおいでください。本日はお忙しい中、森田ゼミの皆さんお招きいただきましてお送りしました、しゃべくり松代第50回、今日はこの辺で失礼をしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
来週のしゃべくり松代、さてさてですよね、さっきね私の真似されちゃってね、うん、さて言わなかったんですよということですね、はい、来週は、うん、三田さんパーソナリティ、うん、来週はねゲスト、えゲストなんです、ゲストが来てんの、うん、今日ねパーソナリティお松さんちょっとなんかお祭りでねちょっとね出らんないって、あ、うん、今回初めてですね、あのゲストの皆さんが来たら初めて、ね、そう初めてですよちょうど50回だし50回、あ、ね、今度は記念すべき51回私らやるのね、今日は50回、それでゲストで、はい、皆さんゲストそうです、それで何内容は何ですか、内容はねこれ見ていただければ分かるんだけどね、ね先月のね30日から2日まで10月2日まであのね日田市っていうところで全国街並みゼミっていうのがありました、それでちょっと参加してきました、勉強してきた、はい、はでそれをねちょっと、ね、勉強してきた、話したいと思います、ね、あそうですか、いや私たちも勉強させてくれると、うん、期待していいんですか、いいと思いますよ、あそうですか、わかりましたそれでは来週期待して以上ですんで、はい、どうぞご期待ください、よろしくお願いします。松代あなたの街、それそれそれくり松代、また見たね。